アルフレード・カンポリはイタリア出身のバイオリニスト、ローマの生まれ、サンタ・チェチーリア国立アカデミアのバイオリン教師だった、父から幼少時よりバイオリンを学ぶ。1911年にロンドンに移住し、1919年にロンドン音楽祭のバイオリンコンクールで優勝した。1923年にウィグモア・ホールでデビューを飾り、ネリー・メルバや、 クララバットといった往年の名歌手たちの演奏旅行に随行した。1930年代には自らサロンオーケストラを結成し、レコーディングや放送等を通じて名声を高めた。第二次世界大戦後は1953年にカーネギーホールでアメリカデビューを果たし、1956年にはロシアを訪問している。 1955年には、アーサー・ブリスのバイオリン競争曲を初演した。1986年に引退。ブリッジの名手としても知られたが、ブリッジの試合のために訪れていたプリンシズ・リズバラにて、死去。 http://query.nytimes.com/.gst/.fullpage.html.qd0ce4d7143ef933a05750c0a9 6795万8260 h t t p w w w d i v i n e a r t c o m a s c a m p o l i h t m h a t h t t p w w w o x f o r d s h i r e b l u e p l a y q u e s o r g u k p l a r c a m p o l i html.http w w w a l m u s i c c o m アーティストアルフレード・カンポリ MN-0000741129 バイオグラフィーありがとうございます